第60回中日クラウンズにて、石塚義幸は愛知県名古屋市出身のプロゴルファー。NPO 法人日本障害者ゴルフ協会所属。中学時代をハワイ州にて在学しその後高校、大学をユタ州とアリゾナ州にて過ごす。21歳でプロテストに合格し、現在はアメリカカブツアー予選などに参戦中。2015年から NPO 法人日本障害者ゴルフ協会名古屋中武士武士部長に就任。そして2020年から自身がデザイナーを務めるゴルフブランドキパターを設立。身長181センチメートル。5歳の頃父の趣味で練習場に行ったのをきっかけにゴルフを始める。小学校時代はゴルフの他にスキーやアイススケートなどもやっていた。中学校は 父の意思により、ハワイ州の中学校に転入。高校は日本に帰ってくる予定だったはずだったが、本人の意思により、アメリカ本土の高校に入学。高校は、ユタ州のゴルフ部競合校ディクシーハイスクールに、在学し1年生から、チームのレギュラーとして、チーム対抗試合に参戦し全米記録となる後、連覇を、チームで達成。その年のストリート、ジョージアマチュアや、 サンドホローウィンタージュニアクラシックを制止し州対抗試合、チャレンジカップ代表選手に選ばれる。そして2010年アップがより MVP 賞を受賞。その後アリゾナ州の高校に転入するもゴルフ部には入学せず、高校時代を過ごす。その後17歳で1年早く大学に入学し、大学でもチームには所属しなかった。有限会社榊原孝樹社長。 坂木原隆氏とパターブランド、坂木パターを設立し、日本ではなく海外でプロデュース。本人が独自に設計を手掛けアメリカ、ヨーロッパ、インドネシア、シンガポールなどにブランドを展開。18歳の頃から NPO 法人日本障害者ゴルフ協会のスタッフとして活動。19歳で協会の国際部ディレクターとして、各国の協会との関係を築く。 その後2015年名古屋中部支部として支部を設立し、障害者ゴルフの発展に貢献。ありがとうございます。